ジンももう意識を取り戻したから安心して。まだ体調は万全じゃないけど。本当か？よかったな。ジンに会っても大丈夫か？実は今大聖堂を出て行ったばかりなの。もう少し休んでって言ったのに。ジンがもう大丈夫だって言って聞かなくて、多分またバネッサ様のところに行ったんだと思う。バネッサ様のところ？大英雄バネッサ様を象徴する風立ちの地にあるあの木のことだよ。ジンは何か迷いを感じた時いつもそこに行くから。そんなことまで知ってるなんて、バーバラはジンのことに詳しいんだな。それはジンがここを出るときにそう言ってただけだから。私も心配なんだけど、仕事がまだ終わってないから。わかった、ジンのことはオイラたちに任せろ。ありがとう、それなら安心できるよ。あなたたちに、そしてジンに、風神のご加護があらんこと。風の導き。バネッサ様、モンドを見守るあなた様の目がいつまでも澄んでいますように。世界は、そして私は、あなた様の期待した通り強くなれたのであろうか。ジン、体は大丈夫なのか？ああ、もう平気だ。君たちがここに来るとは思わなかった。気遣いに感謝する。本当か？さっきジンの後ろ姿を見た時、疲れてるように見えたぞ。少し無理しすぎじゃないか？ああ、君たちのその気持ちだけで十分に元気が湧いてくるよ。ありがとう。しかし、この程度のことを一人で片付けられないとは。私ではバネッサ様のようにモンドを守れないだろうな。ジンはバネッサにすごく憧れてるんだな。ああ、最初の騎士団団長であるバネッサ様は強くてお優しい方だ。私はその歩みをずっと追いかけてきた。志賀騎士の勇猛さをもってして旧貴族の支配を撤廃し、ダンディライオン騎士としてセピロス騎士団を作り上げ、モンドを守ってきた。ダンディライオン騎士ってジンのことじゃないのか？ダンディライオン騎士も志賀騎士も歴代の騎士団が継承してきた称号だ。そうなのか。じゃあ、今のジンは優しいダンディライオン騎士であり、強い志賀騎士でもあるんだな。バネッサ様の称号を継承できたのはとても光栄なことだが、私にとってそれは責任を意味する。何せその名を名乗るには強さが必要だから。ジン？
そこにいるのは誰だ。やはり気づかれたか。弱っている騎士団長を倒すチャンスだったというのに、まさか邪魔者が入るとは。ジンが不調だって話、奴らに漏れてたのか。こんなタイミングを狙ってくるなんて卑怯だぞ。ダンディライオン騎士の名にかけてこのような卑劣な奇襲に屈しはしない。機を逃したし、こちらは撤退させてもらおう。待て、追うぞ。ジン、やっぱりダメだ、私は行かなくては。また無理してるな。いや、君たちを信頼していないわけではないんだ。ただ目の前の敵を置いて逃げるのは職責を果たさぬことと同じだから。ならオイラたちも一緒に行く。それで理解してくれてありがとう。あ、お願いしよう。バーバラ、行くよ。やだ。危ない。やっぱり怪我はないか。私のせいで仲間が傷つくなど、やはり見たくないな。この先は私一人で行こう。これくらいへっちゃらだ。それに今のジンの体じゃ旅人も安心できない。そうか、すまない。しかしまずはこのタンポポの風で傷を癒すのが先だ。おう、頼む。風よ、私に答えるのだ。
しつこいな。まさかここまで追ってくるとは。こいつならどうだ。弱点だった水元素はもう効かない。どうだ、一箇所でも残っていれば煉獄の炎がまた燃え出す。元気出してよ。
減にしてほしいものだ。ここまで来たらこのわしがギキギキに相手してやろう。五番、火を吹け。だいぶ本調子に戻ってきたな、バーバ。おお、無事ならよかった。そろそろ、バーバラに謝らないといけない。怒ってなければいいが。準備できたかな？団長、やっと帰ってきてくれました。スワン、待っていてくれたのか。まさか何かトラブルでも。ああ、いえ、酒場のエンジェルズシアの方で。大したことではないのですが。ああ、いや、大したことではないんです。なんと言ったら。とにかく、スワンがそう言うなら今の私でもきっと大丈夫だろう。これ以上騎士団の仲間たちを心配させるわけにもいかないしな。問題ない。少し体を動かしたらだいぶ良くなった。よかった、ありがとうございます。そう言ってくれなかったらどうしようかと。終わった、世も末だ。スワンみたいな真面目なやつまでジンに仕事を丸投げするなんて。まあまあ、スワンも焦っているようだし、とにかく行ってみよう。みんながジンさんのために用意した慰労パーティーですよ。慰労パーティー、
ジンが倒れたって聞いてみんな心配したんだよ。ジンさん、いつも一人でたくさん仕事を抱えて大変だから。せっかく束の間の休息を得られたんだ。パーティーでもして思い切り羽を伸ばしてもらった方がいいと思ってな。いっつも仕事に没頭している代理団長はこんな機会でもないと参加してもらえないだろうし。ジンさん？みんな。ジンさん、もしかして照れてるんですか？こんなジンさん初めて見ました。ジンだって仕事の時以外は普通の女の子だからね。少し感極まっただけだ。本当にありがとう。ジンさんが普段みんなにしてくれていることに比べたら大したことありませんよ。しかしまだ仕事が。心配するな。安心して楽しめるよ。ジンがいないうちに依頼を一つ残さず片付けておいた。本当か？食材の輸送の件もか？普段の見回りとそう変わりません。たかがヒルチャールです。すぐ終わりましたよ。酒税の件も？毎日図書館にいる私にとって書類の処理なんて朝飯前よ。じゃあマーガレットさんの猫の件は？猫探しまで覚えてるのか。リトルプリンスは旅人が捕まえてくれたよ。ついでに僕の星鉄の弦も返してもらった。だから今日は仕事のことを忘れなさい。せっかくのお休みを満喫しましょう。ああ、みんなと共に仕事ができて私は幸せだ。風神の導きに感謝する。そういえばパーティーの用意も大変だっただろう。みんな時間は大丈夫だったのか？実はな、主催者は旅人だったんだぜ。酒も食材も旅人が用意してくれてな。料理もこの少女が作ってくれたんだ。だからその怪訝な顔も謙虚なふりもしなくていいぜ。もちろんディルックの旦那のおかげでもある。店の貸し切りは高いからな。君たち騎士団のイベントに参加する気はなかったんだがな。でもまあモンドの一般市民としてジンの努力には感謝している。ディルック先輩。はいはい、もうジン団長を囲むのはやめて。休ませてあげるんでしょ？そうだね。じゃあパーティースタート。みんな楽しそうだな。オイラたちもパーティーを楽しもうぜ。旅人、アンバー、泣きそうな顔してどうしたんだ？この鶏肉のスイートフラワーつけ焼き、それからこの人参とお肉のハニーソテー、全部あんたが作ったの？む悔しい。あんたはこんなに美味しい料理を作れるの？どうして私は。これを食べたら絶対コツを教えてもらうからね。逃げないでよ。アンバー、お酒飲んでないはずなんだけどな。よう、楽しんでるか？はあ、それか。俺たちとジンは付き合いが長いだろ。お互いのことをよく知っているほど陰でパーティーの準備をしてたなんてバレると恥ずかしいもんだからな。だからお前の手柄ってことにさせてもらった。
お前もいろいろ大変だったろうしな。そうだ。それにこのパーティーが誰の案かなんてすぐバレるぞ。そう思われてたか。認めるんだな。せっかくのいい日だ。好きに行ってくれて構わないぜ。37杯目。ディルックの旦那、何して。あの銀融詩人が飲んだ数を数えている。今夜酒が無料なのは騎士団だけだと彼はまだ知らないようだ。彼の酔いが覚めたら伝票を彼に渡す。ディルックの旦那、ずん冗談だ。彼の懐じゃあの量の支払いはできないだろう。今回は目をつむることにする。しかしあれだけの量を飲めるとは尋常じゃないな。バーン。若月ワイナリーのお酒はやっぱり噂通り美味しいね。こういうお酒は普段の僕じゃ一杯も買えないからね。せっかくのチャンスだし、もう一杯。うん、もう一杯。金融野郎のお酒への執念。おそば、君たちいたんだね。きっとこのお酒が美味しすぎるせいだね。僕の歌のように千年は愛されるべきだ。このふわふわした感覚、まさかこれが風元素の真理なのかも。酔っ払ってるぞ。うんうん、風の民たちにこのお酒を飲ませたいよ。おいしいお酒のために乾杯。こんなに騒いじゃって、ジンを休ませるって目的忘れてないよね。どうした、疲れたのか。なんか飲むか。え、だってここお酒ばかりでしょ。まだお酒は。じゃあバーバラって普段何を飲んでるんだ。自分で作るようにしてるの。赤くて赤い？トマトかスイカでジュースでも作ってるのか？唐辛子だよ。すっごい辛いやつ。唐辛子？はあ、みんなこんなに騒いじゃって。どうした？じゃあ自分赤唐辛子だよ。唐辛子。にぎやかな宴を抜け、二人だけの静かな時間を楽しむ。せっ本でよく見るロマンティックな展開でしょ。二人っきりでお話をしようって誘ってるわけじゃないわよ。さっきジンが一人で2階に行ったみたいなの。あなたならこんなチャンス逃さないわよね。
ああ、君たちか。あ、ちょっと外の空気を吸いに来ただけだ。ジン、なんか思い詰めてるみたいだな。旅人、もう一度礼を言う。あ、みんなと一緒にいると元気になる。それに気づいたことが一つあるんだ。なんだ？滋賀騎士よりもやはりダンディライオン騎士の方が私に合っている。滋賀騎士はバネッサ様がモンドのために戦った過去の栄誉を意味するが、セピロス騎士団を作った後のダンディライオン騎士は彼女が望んだ騎士団の未来を意味したものだ。あ、天の上から、そしてすぐ隣を吹く優しき風からも、きっとバネッサ様は私たちを見守ってくださってるはずだ。風の導くままに、自由の風が進むべき道を導いてくれる。今後も我々と共にあってくれ、旅人。